ポールアレナよりお届けしてまいります。解説は北澤さん、実況はジョン・カビラです。北澤さん、よろしくお願いします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。さあファーストハーフ見ていきましょう。マドリー対マンチェスター、この両チームはスピードと連携をそれぞれ兼ね備えた強豪同士。素晴らしいシュート、触れた、ルーズボール。もう一度スローインです。モドリッチ、一人で行くのか、抜かせません。ドルーズボール、モドリッチこぼれてる、長いボールを送ります。アシュリー・ヤング、右サイドへ振って、セルヒオ・ラモス、裏のスペースを狙う、シュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。マドリー、いい状態でシュート打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。ポグバ、マンチェスター奪い返します。マドリーが結構中央の選手がサイドに流れてボールを受けようとしてるんですよね。中にいるとなかなかボールを受けられないので、はい、サイドでボールに絡んでチャンスを作りたいんでしょうけどもね。なるほど、確かにサイドに人数をかけているという印象です。ディフェンスとしては中の選手がそのまま行くのか、うん、それともサイドの選手に受け渡すのか、はい、その判断をきちっとしておかないと全体的にズレが生じます。シュート、ルーズボールになる。ポグバから左サイド、これ入りましたよ。シュート、きた、先制、マンチェスター、マンチェスターここで先制。ワンツーからのこのゴールいかがでしょうか。そうですね、お互いのゴールまでのイメージが共有できてましたよね。素晴らしいヘディング、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね、シュートコースがなかったんじゃないでしょうかね。裏のスペースへ、オフサイドです。飛び出しがちょっと早かったようです。ルカク、いや本当ディフェンスラインギリギリですよね。アシュリー・ヤングからルカク、通るのかこのパス、どうだ、アシュリー・ヤング、いや追加点、マンチェスター、マンチェスター怒涛の追加点。今のゴールなんですが、中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いやチーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたよね。さあマンチェスター、得点を重ね2対0という展開。マンチェスターとしては立て続けですからね、乗ってきてると言えるんじゃないでしょうかね。裏へ届くか、抜けた、さあルカク抜けてシュート、パスを受けてシュート、しかし決まりません。飛び出し、そして最後のコントロールギリギリまで見てましたよね。カルバハル、もう30分を回ったところです。カゼミロからクリスティアーノ・ロナウド、ね、クリスティアーノ・ロナウドからベイル、ベイル一気に縦へのアーチ、トニクロース、さあつながるか、このパスが抜ける、来た、かわす、どうだこのシュート、シ
守備陣ゴール前への突破を許してしまいました。非常にこうアングルを見つけながらねボールを持ち直してシュートコースを見つけてましたよね。そうですね。マドリーなんとか今のシーンしのぎましたね。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。大きくサイドチェンジ、長いパスがつながります。裏へのスルーパス、抜けてくる、フリーで受ける、来た、シュート、来た、マンチェスター、マンチェスター3点のリード、ダメ押しゴールになるのか。いやー、刹那の隙も見逃さない、ディフェンダー間のコースをついた正確無比なそのシュートコントロール。いやー、意図的に狙って打ったんでしょうかね。それにしても際どいところを通してきっちり決めてくるあたりはどうだ、シュート、カルバハルからアーチのようなパス、マンチェスター、これは奪い返します。マンチェスター堅いディフェンス、ここで前半が終了しました。結果前半は3対0、マンチェスター着実にゴールを重ねて折り返します。調子の良さが現れた前半でした。3点差でしかもデュカカー鉄壁、このボールはちょっと勢いが足りませんでした。十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。マンチェスターとしては高さありますからね、狙ってくるでしょうね。アドバンテージ鉄壁、いやーキーパーいいですね、いい位置ね、ここは決めておきたかったところでしたよね。頭だ、トーン詰めてきた、カウンターのチャンスになります。大きく縦へスルーパスを出す、スペースへ出す、旗が上がっています、オフサイドです。ここも固い守りでボールを奪います。マンチェスター、これファールですもんね。マドリーとしてはちょっと中盤で苦戦しているように見えますよね。ポグバこぼれてルーズボール、ここはすぐ奪い返します。マンチェスターカウンターを仕掛けます、抜けた勝負、シュート、中央フリーでした。奪った後に早いですよね、ゴールまでの仕掛けが。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。そうですね、今のカウンターを食らいましたけども、攻めている時こそ相手はカウンターの準備をしていると思った方がいいですよね。まあ、そういう意味では嫌な時間帯や局面でボールを失わないことが大切ですよね。スルーパス、打った、シュート、シノグ、これはキーパーがいい反応でした。この場面でスーパーセーブです。シュート、しましたんですがヘディング決まりません。マンチェスター決定的なチャンスを収めることができませんでした。サイドを縦に走らせます、裏を狙っていきます、シュート、マドリー決定的なチャンスを迎えたシーンでした。さあボールはベイルへ、裏のスペースへ、マドリーとしては先ほどからもう前線に選手が残ってますよね、はい、守備の数的不利なリスクを背負ってでも点を取りたいんでしょうね。そうですね、カウンターに対するレスポンスは早いですよね。早いですよね、また相手ディフェンダーを低い位置に残せるメリットがありますからね、はい、およそ30メートルというところです。ふわっとしたボール、フリーだ、クロスを入れる、キーパー直接処理しました。
激しいボールの奪い合いです。細かくパスをつないで攻め込んでいきます。クリスティアーノ・ロナウド、ボールが収まりません。長いボール縦へ、スルーパスを出す、チャンス抜けた、さあ来た、前が来ましたよ。さあどうする、来た、シュート決めた、マドリー、マドリーあと2点というところまで来ました。ここで得意のカウンターがまさに炸裂しました。フィニッシュまでの形、北澤さんいかがでしたか。おそらく相手も警戒していたんでしょうけどもね、ここぞというタイミングですからね、それを決めきるところがまた素晴らしいでしょうね。さあマドリー、流れを変える1点となるんでしょうか。ベイル、縦へのボール、裏へのスルーパス、トップで収まればね、シュートまで行けた攻撃でしたけどもね。クリスティアーノ・ロナウド、ベイルからクリスティアーノ・ロナウド、打っていった、クリスティアーノ・ロナウド、ゲット、マドリー、マドリー1点差に追い上げます。クリスティアーノ・ロナウド、これ打つモーションまでの前が北澤さん、とにかくシュート来た、マンチェスター、マンチェスター突き放します。チェックを受けながらのシュートを決めてきました。ルカク、ボディバランスですよね。そうですね、体を寄せられたとしてもそれを跳ね返せる力、はい、これがゴールを生み出しましたよね。ルカク、今日2点目のゴールです。ルカク、うわうわ、北澤さん、いいシュートでしたね。今の決められていたら3点差ですからね、かなり厳しい状況になってしまうところでしたよね。そうですね、首の皮1枚つながったというシーンでしたよね。はい、マンチェスター、決定的ともいえるチャンスのシーンがありました。チャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。タイミングのいい浮き球パスでしたよね。完全に空間を支配しましたけどもね。マンチェスター、チャンスを迎えたシーンがありました。ポグバックからアシュリー・ヤング、アシュリー・ヤングからのパス、ダルミアンから頭、マドリー、完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン。ナチョ・フェルナンデス、サイドを使う、一人上がっていく、どうだ、ヘディング、長いボールを送ります。ベイル、マルコス・アセンシオ、縦へのボール、アシュリー・ヤング、ロングフィードで狙う、上げる、頭できた、これはどうだ、マンチェスター追加点、ここで笛です。5対2、マンチェスター敵を全く寄せつけない強さで勝利しました。北澤さん、
本日の対戦何かコメントございますか。マンチェスターとしては攻撃的で非常に迫力ありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。